はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。バイオハザード7レジデントイービルのダウンロードコンテンツをやっていこうと思います。前回はこれやって、初見でやって、バッドエンドかなと、になっちゃったんで、今回は、まあ前回も言ったんだけど、トゥルーエンドを、ちょっと攻略見ながら やっていこうと思います。そしたらすぐ終わるよね。トゥルエンドも見せられるし。OK、じゃあ。こっちはどうするかな。多分同じだよね、最初。スキップ。まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ。もう一人いた。もう一人いた。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な毛を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてるか。スマホ見せろ。これ全然なんかパスワードあったよね。見えない。1019。まあ一応攻略見ればいい。あれなんだけど。着替えはランドリーに置いてある。キーピック、キーピックを拾えてさ、攻略ね。あった。そのままランドリー行って、着替え用の衣服を取ると。チェアサラブフィンとかは、まあ前回でバッドエンドでやった感じだね。衣服取って、バスルームで小さな部品か。バスルーム、バスルーム、スロームで小さな部品取って、子供部屋でトロフィー使って上に行くのかな。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。これ使って、で、はしごを降りてくる。で、さっきのパスワードを入力みたいだね。1019、ゼロ。この音いいね。バイオっぽい。バイオっぽいってバイオなんだけど。よし。で、何日記これ。晩飯中にそう見てたら親父を殴られた。ヨガの練習してたらゾイに変態呼ばれてる。ようやってたんかい。酔っ払った親父が何でもかんでもベランダに赤い工具がそれだから、赤い工具箱に放り込んでやったんじゃから。で、
院と2階の子供部屋で、ああそうかそうか、で食堂で倒れているか調べる。でもバットと同じ感じ。雷でも落ちた。何の音？ルーカスを調べて。私にくれた可愛い子供たち見てごらん。何してる？キスしてちょうだい。どうしたの？ガレージ行け。ロープを取ってこい。行け、早く。邪魔するんじゃないよ、ジャック。私たちは家族になるね。あの子の家族にね。やめんか、マーガレット。おい、頼むから手荒なことをさせてくれ。で、ここで母さん、どうしてこんなことに。ロープを取る。戻ってベイカーが再会するようになる。すぐ行くよ、父さん。で、ロープを使う。で、ここで早く逃げないと。フォーク、待ってよ。扉はこの服を閉めて、ここでどこだっけ、あ、こっちか。ここでフォーク取って出る。やめて。出る。工具。テラス横。テラスで荷物の隙間ね。通り。こっち抜けて、こっちから前回やってないね。ここでレリーフ取って、トタン外しジャックが引き止める力さに見える。
怖い。で、早くするには大体消してみつからには移動。レリーフを使って中庭に行くと。下に行って向こうでレリーフを使うと。どこかい？違いますよ。こっちから行かないといけないんだよな。でもこっちから行けなかったんだよな。あ、行ける？これ以上怒らせないで。行けるっぽいな。大丈夫だ。まか。使う。閉める。で、宮の中央中にあるトレーラーハウスで宮の横にある D 型被検体の頭部見るとで終わりらしい。ゾイがごちゃなってた。レイカー家の皆様へ助けてありがとう。でも私のことをどうか忘れてください。あの船、私には私はある大事な荷物を運んでいました。もしその荷物と関わっていることが知れれば必ずあなたたちに迷惑かかります。州や警察には通報せず私とも出会わなかったことにしてください。それと大切なこと、船のそばで10歳ぐらいの黒髪の女の子を見かけても近づかないでください。話しかけられたら速やかにその場を離れてください。私絶対に彼女の何あれ機嫌を損なわないように。もし今あなたが他の踏みづら不調を感じているならそれはきっと最悪の結末を招きます。病院では治せず死よりも恐ろしいことです。でも助かる方法あります。血清を打てば何々病症の進むまでしか書いてない。これで知ったのか、ゾイは。血清の作り方とか激しく字が埋められていて次から読めない。で終わりなのか。ブラがないな。よし、これがトゥルエンドらしい。これはお姉ちゃん振り返って終わり。あれきたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。動かす。大丈夫かい？昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったらルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認する。それはいいや。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしくね。
ことをね。こうしてゾイは孤独な戦いが始まった。完全な支配こそ免れたものの、エブリンの呪縛に次第に体が蝕まれていく。表現した家族に追われつつ、ミアの書き残した血清を当てところなく探していくとの日々。やがて彼女の前にイースさんが現れ、血清のもとへ召し来るのはまだ遥か先のことである。完璧に、完全な試合こそ免れてってことは、まあ、ちょっとはなんかウイルス的なものが入ってるってことか。うん、これがトゥルエンドらしい。よし、トロフィーもゲットした。 OK、 今回はここまでにしとこうかな。本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっ